触れ合っていく日になります。今日はまた新しい高校、エビル高校っていうところ、なんか、うん、この高校、うん、結構強い選手が作りやすいらしいんですよ。そうなんですか。はい、じゃあもう SS は最低伸びますね、ランク。でもラッキーまだね、あ、でも一回私やってるんですよ、うん、試しにお家でやったら6800点しか出てないんで、うん、まあじゃあ7000点は最低いかなきゃね。そうですね、うん、そうですね、頑張ります。はい、はい、目指せ SS、 SS、はい、ちょっとこの間袴田でやってダメだったんで里崎にしてる。じゃあ里崎、うん、いい選手できますよね。うん、それはもう、まあ、俺はでもコーチ試合だからね。はい、じゃあ里崎ですけどセカンドでいいですか。いいねいいねいいね、内野手いいね、守りたいね。ぺきこんな感じです、うん、だいぶレベルアップさせましたよ、ね、私は、すごいね、頑張って。じゃあ切り先でいきます、うん、どうしましょうね。やっぱ恋愛成就と、うん、次元ボックスって何？次元ボックスね、これあのイベントが送りやすくなるんですよ。ああ、そうなの。はい、じゃあそれがいいね。でもパワードリンクも欲しかった。まあいいか、うん、これでいきますか、うんうん、正解。前回不眠症と足爆弾のせいだから。そうですね。いけるいける。でもあれですよ、これ持つと病気と怪我が回復するんですよ。あ、いらないいらない、今回なんない、なんない、俺強いからね。そうですよ、里崎はそんな不眠症とかなったことないからよく寝られますもんね、うん、ちょっと足爆弾は怪しい、判決版がないからね。そうですね、はい、今回はなんない、大丈夫。ちょっと足が気になる、判決版ある。そっか、うん、判決版取っちゃってるから今足爆弾無視するんで、うん、大丈夫です。そうじゃあいきます、うん、しかも、にはなんない、最後ね、足が潰れて引退しちゃったしね。そうですね、大丈夫、これはなんない。怪しい雰囲気やな、うん、調査先でいいこと、ね、うん、あなたには関係ないでしょ。今のお前ならさぞかし上質な魂が得られるのだろうな。パワブロ、これパワブロ。これ何なんだろう、ホラー、ホラー系の。そうですね、すげえ、これが高校だよ。エビル高校ちょっとお化け屋敷なんじゃないかって。すごい、でも超雰囲気ある。はい、この言葉通りキャプテンに就任した闇野が導入した画期的な練習で、あの、でもすごい力をつけてきたんだ、うん、闇野だからね、うん、機材の詳しい仕組みを詳しい、うん、すごいね、この考えた人の発想の力とかね。本当ですね、うん、発想力すごいですね、うん、全国に知らしめるぞ。さあ、はい、SS だからね。はい、今回もいいロッカー、物質じゃない、ロッカー。ロッカー、うん、物質じゃない。じゃあ練習いきます、うん、もうイベキャラがいるとこですよ。彼女は、彼女明け星設定してるんですけど、明け星いないんで、あ、間違えた、あ、勝手に押しちゃった。まあいいや、清姫だし。ちょっとミスタッチ、清姫これ神引きして出したんでしょ。そうだろう、すごいの、やっぱりこれはなかなか当たんない。いや、あの、出る人は出るんですけど、うん、私は2体レアなのを出したんですよ、一気に。今吸収多分できるのはこの左上に出てるってことか。あ、そういうことね、うん、あ、これだと2人吸収できるってこと。あ、そうだね、なんかダンジョン高校結構いいみたいなことなんで。あ、そうなの。はい、もう行っときましょう。走っちゃう。はい、最初走っておきましょう。アップ、アップ、これがアマネちゃんですね、うん、いつものアマネちゃんね、はい、あの、好き好き言うけど、そうそう、素振り見せまくりだからね。そうです、彼女にはなんないんで、うん、で、これで多分吸収すると、あれ、まだ、まだ吸収してないんだ、してないですよ、まだまだ。そしたらもうここ2人ゲットできるんで、いっちゃいましょう。2人のソウルジェル、あ、この、これ明け星ちゃんですね、うん、表情高校です。明け星さんね、早く来てほしい。あ、でももうあれだ、もう休む、ネモさん通り、最初は休む、うん、アゲホシがいる。なんだ、これ。じゃあアゲホシ。いっちゃう、いっちゃうね。アマネちゃん。アマネちゃん全然。そうなんですよ。一瞬で彼女になりそうだけどね。はい。演技的には。そうなんですよ。確かにビル高校なんか上がりやすい、すごい上がりますね。おお、すごい。アマネちゃんいたよ、でも。いました。金魚くんのところ。
あ、でもあまねちゃんじゃない、あけぼしちゃんですよ、彼女はいないんで、お姉ちゃんを回収しようかな、うん、黒金。おお、めっちゃいいですね。すごい、なになに今のソウルジェイル、すごくない、うん、上がりやすい、これはびっくりするぐらい、うん、本当にこれは文武両道だ。私高校が文武両道だったんで。いや俺も文武両道よ。あ、そうですか、うん、だって2位だから。え、クラスで。本当ですか。3年の2学期の期末試験。え、それはもうスポーツクラスで、うんうん、普通で、うん、めっちゃすごいじゃないですか。大体は10番前後、高校、まあ工業高校だけどね。あ、でも頭良かったんですね、やっぱり。やればできるの俺。そうですね、やるかやらないかだけよ。で、野球選手になれなかったら東大行ってたんですから。いやいや、あのもう一回人生歩むとしたらね、東大ですか。あ、こうやって今習慣されてるんですね。あ、そうなんだね、うん、これを全部貯めたらまたすごいことが起きるんでしょ。発動されるんですね。おー、いいね、いいね、いいね。そういう高校の選手の魂を、いいね、いいね、あ、手法人行きましょう。いいね、いいね、これ大丈夫。どこの学校もすごいですね。前回少し早くしたからやっぱり朝寝ていたいにしてみようかな、うん。いいね、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 いい感じでいきました。だからね、体力ないときはあれだね。そうですね、ああ、そしたらあの1ターン得するもんね、なるんですね、うん、嬉しいな、これ気持ちいいね、気持ちいい。でも吸い取ってんだよ、怖いけどね、はい、怖いことだけどね、魂吸い取ってますからね。そう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 、他のやつに違う、まだ集めないといけないですね、うん、あ、また SG 高校もかなり本当はね、アゲホシいる、うん、じゃあもうアゲホシ行こう。一番大事なのは彼女を作ることだ。そうですね、早めに作りましょう。クリスマスまでいたことほぼないもんね。ないですね、こんな頑張ってんのにね、はい、いるよ、いますね、うん、でもこれもう回収と同時にもう一回行っとこう、評価が上がってます。いいね、いいね、いいね、いい感じですよ、うん、指先だ、指先、もっと仲良くしよう。いいね、いいね、あ、なんか、あ、効果が黒金少女できる、全員の評価が20上がる、うん、いいね、発動しましょう、これ発動しましょう、全員の評価がプラス20、よっしゃー、おー、いい、よっしゃ、あ、じゃあ、おー、一気にピンクになってるよ。本当ですね、おー、すげー、おー、すごい、もうじゃあ監督もいいんじゃないですか。ん、あ、監督いない、この時にいないんだよね、いないね、はい、え、スペシャルタッグ、どっちがどっちがですね、筋力がいいんじゃない、こっちかな、うん、13% なんでいける、うん、俺はそんな簡単に怪我しないからね。そうですね、うん、まあまあ、20% ぐらいじゃしないですよね、うん、まあでも現役時代手術4回してるけど大丈夫、こっちはいける、体力めっちゃ減ったんで、うん、せいやせんかな、食べたらいけるんじゃん、増えんじゃん、あ、下がっちゃったよ、食べたら増える、ダメだったんだ、食べちゃう、え、じゃあ、もう休むしかない、よし、なんか決定的な違いがあるんだよな、うん、才能、俺ぞ、何だっけ、彼女、彼女、彼女じゃん、彼女、評価上がんないかな、すごいなんか上がってる、でも意外と、あ、もう、あ、まあ1000いってるよかった、1000超えたらまあいいんだ、なんとなく私の感覚ではいいかなって感じです。でもここからね、不眠症、足爆弾とか、うん、そうそうそう、不眠症なんない、俺なったことないもん、不眠症大事な、今日はなんないですね、俺もよく寝れる、いつも寝ようと思った瞬間よし、お、来てタング来てますね、走塁だ、あ、でもここ3人いる、いいね、いいね、しかもダンジョン高校だ、お、いいね、いいね、 11% だけどいっちゃう、よしよし、オッケーオッケーオッケー、いい感じ、いい感じ、いい感じ、変なやつ、なんかいろんなことあるけど一気に、お、天才、天才来た、ほら
名前、やっぱ名前だよ、袴さん。やっぱ里崎っていう名前ですか。やっぱ袴だより里崎なわけ。あー悲しい。あーやっぱ里崎だ。よし、じゃあもうちょっといけそうですね。いけるよしよしよし、うん、なんか前の動画で最初の方に天才学生してめっちゃスルーしてたら、うん、すごいことだね。なんかアイテム使わないで取ったらすごいんだよね。すごいらしいですね。いや俺やっぱ天才なのかな、思ったこと一回もないけどね、自分で。でも持ってるんですね、やっぱ持ってるんですよ。笑おう。さよなら男。あ、でもこれ、あ、これはもう休まないといけないね、さすがに。本当は組んでても、あ、何ボールでも怪我するよ、はい、絶対。はい、そうです。やってみます。あ、偵察できる方法が増えた。おお、いいね、いいね、いいですね、うん、ダンジョン高校回収、あ、あ、あ、筋力でこれ、いいですね、いい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 ね、よし、うー、気持ちいい。お、タンクフィニッシュ、よし、おー、上がりますね、おー、おー、おー、気持ちいい、うん、あとはもうあれだよ、彼女よ、彼女ですね、うん、そうだ、ちょっと忘れてた、彼女、これまだ食らってる。これもまだ大丈夫ですね。15パーか。彼女いないの？アゲホシがいる。でもピンクだね。ピンクですね。肩とか行ってきますか？怪我率10なんでこっちは。うん。そうだね。ちょっと監督も上げとかないとね。あ。怪我。やっぱちょっと 足かな。あ、筋肉痛だ。大丈夫だ。大丈夫だ。怪我率 10% でも怪我はするんですね。うん、肩の練習し、肩やってて足だからね。はい、まあ、筋肉痛なんで大丈夫です、うん、いいね、いっぱい増えてきたね。増えましたね、はい、じゃ筋力にしましょうか、うんうんうん、また休まないとな。イベントいっぱい来るからね、はい、そうなんですよ。あー、もう休まなきゃいけない。休まないといけないですね。ちょっと見たくなっちゃう。あ、まあ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 、休みます、うん、積極的休養、はい、休んでいっぱい働くっていう、うん、よし、ガタガタ。こういうところでちょっと回復しつつゲットしていきましょう。あ、彼女できなかった。あ、本当だ。なぜ彼女ができない。本当ですね、うん、でももうピンクなのね。マックスとかにしといた方がいいのかな。はい、あ、もうこれじゃあ回収しちゃうかな、回収しちゃうかな、これで満タンにしちゃうかよ、うんうん、そうだね。上がってるけどまだ来ないんだな。これどうなの？あ、こっちか。これは違う、アマネちゃんなんですよ。あ、そこで行く。これ何？モテモテやっぱり。うん、モテモテじゃないやっぱり。早く彼女ができる。もうせっちゃんマックスだと思うんだけどね、これね。本当ですよ。光ってる。お、お、あ、あ。いいんじゃないですか、これタグフィニッシュじゃないですか。いいね、いいね、タグフィニッシュ、いいね、いいね、もうだってセクション2でかなり経験って高いですよ、ね、この橋渡りはショートカットできるけど、うん、スリします。それはもうあのショートカットしない、俺真面目だから、ね、マジ違わしない。このセッチャーの魅力もまた分かる。この辺かな、これ、うん、すげえ、いいですね、いっぱい。お、あー、タックついてるけど、わー、すごい。
248とか回収できますよ。わお、でも怪我、もうドラマ休み休み、仕方ない。なんかこれで体力50アップすると、ああまだいない、ああもったいない、もったいないよ。いやだって怪我するって絶対、うん、もこういう運もいるよね。そうですね、うん、なんか今透明ちっちゃい声でもったいないっていう、眠れ不眠症。光ってるから練習しよう、練習しましょう、うん、光ってるからね、はい。あ、でもまだまだ結構いい感じでほら取れますね、うんうん、どっち行ってもタグフィニッシュですね、うん、でも筋力上がった方がいいよね、うん、こっちにしましょう、うん、おお、いっぱいコツ掴んだ、よしよしよし、いい感じ、いい感じ。そうそう、箱間さんちょっと上げといた方がいい、ね、はい、満タンになってくる、なりますね、うん、おアーティストもよし、あ、まあまあいい感じな気がしますね。おお、ということで、はい、いや結構これなんか、はい、集中するから早いね、早いですね、うん、しかも、はい、まさかの、はい、天才覚醒からの、はい、不眠症、はい、俺不眠症なったことないねんけどな、よく寝れんのかな、うん、まあでも高校生の里田地区はもしかしたら不眠症気味だったんですかね、うん、爆睡よ、爆睡ですか。そんなもうね、疲れて知らない間に寝てるから、ほんとゲームしながら寝てる時あったから。全部ついたまま、でも天才天才出ましたから、いいね、いいね、いいね、はい、このあとちょっとセクション3、4に期待ですね、めっちゃ期待、はい、来週、はい、本当に天才になるのか、はい、こうご期待。